こんばんは。2月28日日曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも皆さん、2月最後の夜でございます。今日はですね、私名古屋の栄の方にやってまいりました。まあ時間はもうすでに夜でございます。今日もずっと家におりました。ちょっとね、街をブルブルじゃないですね、街をちょっとブラブラしたいと思います。ではこれが名古屋のテレビ塔でございます。ちょっとね、お伝えしなければいけないことが、いや、お伝えするまでもないかもしれません。私 Apple Watch はね使ってたんですけれども、ちょっと壊れてしまって、ちょっとまた G-SHOCK に戻ってます。すいません先輩、ちょっと落としまして壊しました。すいません。とはいえ、名古屋栄といえばね、セントラルパークなんかすごいね、改装と言いますかされて、芝生、これ天然の芝ですね。人工芝じゃなくて天然の芝になっております。そしてこれ、いやすごいです。変わったね名古屋もね。いやいい方に変わったね。いやすごいです、素晴らしいです。セントラルパークが生まれ変わりました。素敵でございます。まあまあそんなことはねいいんですけども、もう2月も終わりまして、明日からは3月ですからね、また明日からも頑張っていきましょうということで、大丈夫ですからね、大丈夫ですから、よし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 、大丈夫大丈夫。いや満月だしね、テレビ塔も綺麗だし、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫ですから、明日からも張り切っていきましょう、ね、楽しくいきましょう。もう春でございます。春を楽しんでいこうじゃありませんかね、皆さん。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。どうもありがとうございました。おやすみなさい。